ニーニさん、聖都ナーオスってこの峠の先で会ってるよね。あんたも知らないの？え、あんたもってアニーニ、あんたも詳しくないの？もう頼りにしてたのに。そんな、目的地決めたの自分じゃないか。あ、誰か来たんだな。しかしラッキー、通行人発見。ナオスのこと、すみません。聖都ナオスってこの峠の先ですか？ああ、峠を越えて南東をすぐさ。私たちはナオスから来たんでね。それで、はい、私たちはオートから来たんです。オートはまだ少し遠いですけど。いやいや、教団へ入信できるのならこんな苦労大したことはないよ。教団に？そうさ、教団の信者になればこれから想像される楽園に連れて行ってもらうこともできる。大主天マティフ様は異能の者であれ罪人であれどんな人間でも守ってくれるそうだよ。異能の者って、異能者捕獲適用法で捕まるんじゃないんですか？いや、王都の異能者狩りも教団には手出しできないらしい。だから異能者の中には助けを求めて自ら進んで教団に入信する人も多いそうだよ。そう聞いて入信のために聖都ナオスに寄ったんだがね、あることが起こって。それが。あることって？ああ、いやいや、まあナオスに行けばわかるさ。さて、オートまでもう一頑張りするか。ああ、そうそう、この先の吊り橋が落ちとったので遠回りせんといかんが、気をつけてな。はーい、ご親切にどうも。なんだかマティウスって評判いいみたいだね。ねえアニーミさん。どうかしたの？アニー、その呼び方に、さんって、え、何、呼び方？そう、私のことはイリアでいいってば。初対面で呼び捨てにされるとムカつくけどさ。あんた礼儀もそれなりだし、悪いやつでもないし、付き合いだって長くなりそうだもん。はあ、じゃあイリアさん。緊張しなくていいってば。私はイリア、呼び捨てで。わかったよイリア。コーダはコーダでいい。わかったよ。コーダだね。それでよし。じゃ、さっさとこの峠越えちゃいましょ。あんたか。あ、
とした。しかし僕もイリアをあんたって呼んだらどうなるだろう。それは試してみればいいぞ。しかしでも怒りそうだな。第一あんたなんて呼び方偉そうな気もするし。じゃあ呼ばれてムカつくのか。しかしとんでもない、ちょっと嬉しいぐらいだよ。じゃあ何が不満なんだな。しかし僕がイリアって呼ぶように僕も彼女にルカって呼んでもらいたいんだけどな。そうイリアに言えばいいぞ。しかしおいイリア、ルカが話あるみたいだ。何？なんか用？あ、いや、なんでもないよ。その今日はいい天気だね。はあ、うん、まあいい天気だけどさ。なんでもないよ、なんでも。変なやつ。さーて、覚悟なさいよ。だっ、はあ、やっていっ、やっ、やった、やっていっ、新人賞、やっていっ、やっ、気持ち悪いわね、ニヤニヤしちゃって。僕が魔物を相手に戦える、自分にこんな力があったなんて、なんすごいや。夢の中のアスラの力、本当に僕の力なんだ。でもその力は他の人たちから見れば異能者の力、バレたら捕まるのよ。うん、そうだね。でもついワクワクしちゃうんだ。ずっと憧れてたから、夢の中のアスラに。あんな風に強く、かっこよくなれたらいいなって。だからって、人前で派手に使ったりしないでよ。うん、そっか。でも、じゃあエディとニーナは、僕の力のことどう思っただろう。家はどうなってるのかな。父さんと母さんは。いい？私たちが異能者だってことがバレたら、教団だけじゃなく軍からも追われるんだからね。うん、分かったよ。もうその心配は無用だ。え？なぜならお前たちは今ここでその軍に捕まるのだからな。あんたたち何者よ。お前たち、王都で暴れていた連中だな。異能者、いや転生者よ。お前二名？じゃあしかしコーダは、コーダはしかし捕まってたまるか。僕の力を知らないな。あれ、力が出ない。いつもの僕だ。そんな、どうして天術が使えない。剣術を封じるなど我々にとっては初歩の技。
おい、この生き物はどうする？しかし、とりあえず連れて行く。